四大公害病の一つ、痛々病を知っているだろうか。日本初の公害病と認定された恐ろしい奇病で、俺が住む村の人々はこの病気に長年苦しみ恐れて生活している。やっぱ神通川の水はうめえな。さて、そろそろ作業開始しようか。そうだね。早いとこ田植え終わらせて家に帰ろう。俺が住んでいる小さな村は富山県の府中町という田舎にある。村人のほとんどが農家として働いているが、近くに流れている神通川のおかげで裕福に生活することができるのだ。しかし何十年も前からある奇病がこの村で流行っている。いた、いたた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 。母ちゃん大丈夫か。つまずいて転んでしまった。足が痛い。これ足折れてないか。そんな派手に転んだようには見えなかったが、とにかく早く病院に行こう。農作業の途中、母ちゃんが転んだ。擦り傷程度にしかならないような転び方だったが、医者からは足が骨折していると言われた。もしかして私も痛々病にかかってしまったのかね。なんだか最近トイレも近い気がするし。縁起でもないこと言うなよ。でも用心してしばらくは布団でゆっくり寝ておいてくれ。忙しい時期だっていうのにすまないね。母ちゃんが寝込んで数ヶ月が経った。しかし治るどころか症状はどんどん悪化し、ちょっと体をぶつけただけで骨が折れるということを何度も繰り返すようになった。どうやら痛々病ってやつにかかってしまったようだった。この病気は恐ろしいほどに骨がもろくなり、いとも簡単に骨が折れる。治ることはなく、死ぬ間際には体の至るところが折れたまま、痛い痛いと泣き叫びながら死んでいく。だから俺たちはこの奇病のことを痛々病と呼んでいる。近所の医者がそう名付けた。母ちゃんが床に伏せてもう何年だ。俺の知り合いも痛々病でどんどん死んでいく。わしが若い時から流行りだしたからもう60年以上前から流行っているな。この村でだけ痛々病の患者が出るのはなぜなんだろうか。母ちゃんが痛々病になって20年が経った。歩くことはおろか、起き上がることすら困難な状態だ。毎日痛い痛いと言いながらひたすら痛みに耐えている。近所のおばあさんはもっと症状が重く、ついにこの間亡くなった。風邪を併発してしまい、咳き込んだ時に肋骨がぐちゃぐちゃになった。痛い痛いと泣き叫びながら肋骨が肺に突き刺さり、致命傷となったのが原因らしい。痛い痛い病の最後は腎臓が機能しなくなり、食事も取れなくなって死んでいく人がほとんどだ。ずっと昔からこの村に流行る風土病は一体いつ亡くなるのだろう。原因もわからず、俺たちは怯えながら生活することしかできない。痛い、痛いよ、うわあ。母ちゃんしっかり、今医者を呼んだからな。もう少し頑張ってくれ。ついに母ちゃんは末期に。大の大人が鼻水とよだれを垂れ流しながら泣き叫んでいる。俺はすぐ医者を呼んだが、医者が到着する前に母ちゃんは死んでしまった。母ちゃんはもともと大きい方ではなかったが、骨折を繰り返した結果、150センチあった身長が最後には120センチほどになっていた。30センチも体が縮んでいたのだ。何十箇所も骨折していて、骨と皮だけになり、とても小さく無残なものだった。最愛の母ちゃんの悲惨すぎる最後に、俺は心が引き裂かれるような思いだった。母ちゃん、うわーん、いつの間にこんな小さくなったんだ。母ちゃんが死んだ後も続々と痛々病になる人が絶えない。しかも30代の女性が発症する割合が高い。そんなある日、おい聞いたか、痛々病の原因が分かったらしいぞ。なんだって、本当か。山の上にある工場が神通川に汚染物を廃棄していたらしいぞ。何でも毒素が含まれていて、そいつが原因じゃないかって医者が突き止めたらしい。何？毒素だと？もう村中大騒ぎだ。これから医者が集会を開くらしい。村人は集会場へ集まり、医者の話を聞く。すると俺たちは
とんでもない真実を知ることに。神通川の水の中にカドミウムが検出された。この毒素は腎臓をダメにしてしまうもので、骨軟化症を発症してしまうんだ。農業や飲み水として重宝していただろう。だから神通川の水を生活用水として使うこの村だけが発症者が絶えなかったというわけだ。嘘だろ、俺の母ちゃんはあいつらに殺されたも同然じゃねえか。あの人殺しどもめ、絶対許さねえ。あんな工場ぶち壊してやる。神通川の綺麗な水のおかげで豊作だったのに、汚染水で米なんか作れるかってんだ。みんなであいつらを訴えよう。泣き寝入りなんてできるか。人間は腎臓が悪くなると骨を形成するカルシウムが摂取できなくなるらしい。何十年も苦しみ続けてきた痛々病の原因がこれだったのだ。俺たち農家にとっては大事な恵みの川。まさかその川が原因だとは誰も疑うことはなかったのだ。俺たちはみんな怒り狂い、医者を筆頭に工場に対して訴訟を起こすことに。しかし、なんだこの記事は、デタラメばっか書きやがって。まだまだ証拠が足りないか。協力者ももっと集めなくては書き消されてしまう。必ずや公害病だと認めさせてやる。先生、俺たちも協力できることは何でもする。だから何とかお願いします。訴訟を起こした相手は大企業。断固として罪を認めることはなかった。新聞には栄養失調が原因だなどと記載され、公害病として認められなかったのだ。それでも俺たちは諦めなかった。医者の先生は大学や国の偉い人を味方につけ、証拠を突きつけた。近隣の村も協力してくれて、俺たちは訴え続けた。証拠ならあるんだぞ。神通川の公害を認めろ、認めろ、認めろ。工場を撤去しろ。自分たちの非を認めろ。長かった。本当に長かった。母ちゃん、やっと決着がついたよ。痛々病は公害病だって認められたよ。約40年も続いたこの争いは、俺たちが勝訴する形で幕を下ろした。企業から多額の保証が出て、各種公害対策を約束させることもできた。即座に復元工事が行われ、ゆっくりと神通川は清らかさを取り戻していくだろう。とはいえ、あまりにも多くの被害者が出たこの公害病。家族を失い、農業にも被害があった。勝訴したからといって、怒りや悲しみが消えることは一生ない。あれからもう20年か。早いものだな。ようやく神通川もきれいな川に戻り、痛々病の患者もいなくなった。勝訴してから20年、痛々病を発症する患者はピタリと止み、神通川も元の姿に戻った。俺はすっかりじいさんになってしまったが、自分の足で歩けるし、農業もできるほどに元気だ。孫もすくすく成長し、穏やかな日々を送っている。長い年月をかけて今は安全で豊かな場所となっている。俺たちのように公害病で苦しむ人が二度と出ない国になってほしいと願っている。